どうも皆さん、おはこんばんちはです。パパスです。今日は今バラバラにしていってるロードスターさんのですね、パワーステクーラー、ダイナモで、まあ、順番に外してるけど、ね、多分ちょっと長だったから、はい、一個一個切っていくから、はい、だからパワーステとか、はい、そのクーラーで関連してるやつをもう外してしまうから、それはまあどれかを見てもらうと。そうですね、だから全部見てくれた方がええねんけどね。全部見てね。こっちの都合でな。お願いします。これ順番にやっていきたいと思います。この演説わかんない。うん、来たな。まだ来た。チョイスミスやった。しもた。もう散々言うんだろう。もう 裏でやってくれって。やめてや。あれでな、裏は裏でまた別でおるって言ってた、おばちゃんと。あ、そうなんや。そうそう、そういう感じ。なんか何やろ、畜担当。そうそうで、まずはい、まあちょっとこの狭い隙間でちょこちょこせなあかんねんけど、まあラジエーターとかついたままで、はい、うん、でまずまあベルトはクーラーと一緒やから、はい、まあ外さない。うん、ダメで、まあ簡単にバンと、はい、まあこれをせやな、うん、こいつをこいつを緩めんと、このステッ、うんうん、この、うん、これだけね、緩めて、はい、こいつをやったら、あ、これでもやっぱスムーズいけへんから、うん、ロードスターの場合はもう、はい、これをあんまり緩めずに、はい、こいつを両方ともね、日本ね、緩めてもうて、はい、だからまあちょっと今動いたら分かると思うけど、うんうんうん、ちょっと自由が効く。そこから緩めるとやっぱりこのボルトが痛むな。あー、そうか、そろそろいけへんからね、まあまあまあ、やっぱちょっと負担かかるから、うんうん、で緩めてもうて、はい、でここはまああのもう見えるようにしてるから。ここですね、これです。あ、ほんでまた忘れた。何？さっきこのボルトの裏のナットをするために、あ、うん、エアクリを外さなきゃいけない。でまずこのダクトを外してもらって、はい、今外れてるけど、はい、これは、まあ、プランとどっかにくぐりつけてもらってもええし、うん、でこの裏とこの前に、うん、あっち行こうかな。エアフィルター外してもらって、はい、でこいつとこいつ10人、これと10人、うん、ね、あ、はい、ここね、あ、そうそうそう、この遠目で、はい、こいつをパン、はい、はい、うん、で、OK、うん、と、これ見にくいから、うんうん、外してしまう、外そうか、うん、まずエアフルのカプラね、はい、もう、うん、見えてるわ。で、こいつも、はい、配線止め、配線止め2箇所目、うん、で、こっちはまあカプラーから抜いてもいいし、はい、直接抜いてもいいし、おい、直接抜いたらちょっとセンサー傷んだらあかんから、そうか、カプラーから抜いてもいいかな、はい、もう一箇所あるわ、うん、ここです、こいつが、うん、あ、この裏からね、うん、あります、うん、取れた、うん、あー、綺麗に、うん、エアクリですね、まずこの見えてるこのボルトね、はい、ちょっと待ってよ、ここですね、社長が刺さってるところね、重要な、はい、重要です、ここをで、はい、クーリーな、絶対この、はい、合わさなあかんで、で、このクランク21な、はい、21で、右回しで回してもって、はい、で、緩めると、はい、後で全部緩めんねんけど、一旦はこの、うん、これでベルトが、うん、はい、外れるようになってます、うん、で、
だいたいこう、ロードスターの方が下な。はぁ、ほんまやね。だいたいこうやけど、これでまあベルトがはい、外れました。ベルトの交換の動画があるから、はい、それを見てくれてても、そうですね、うん、で、はい、どうしようかな、こっち行こうか、うん、で、まず、うん、このホース類、はい、ホース類です、うん、ここちょっと硬いから、はい、このホースの、はい、でオイルは垂れてくるから、はい、まあウエストとか、うん、下に引いてもらってね、うん、で17で緩めてもらって、はい、でこいつは、うん、ここ硬いな、うん、怖いね、ここの裏側ちょっと揺らい、あ、弱い感じがする、うん、こういう時は、はい、全部共通ね、共通ね、はい、こういう感じ、分かった、ここで、うん、こっちを外してもらうかな、はい、うん、あんな感じで、なんかさ、スモア入れてた、うん、ちょっと、うん、こういう感じで、はい、で、こうやって垂れてくるから、はい、ちゃんと受けてもって、ね、丸いとこ、うん、え、じゃあの、うん、はい、もっと垂れてくるからね、今ちょっと下から抜いてたから、はい、で、垂れたくない人は上でこうやってくぐっといてもうたら、うん、あの、垂れへんけど、うん、ポンプ外す場合、この、もうこっちはただ漏れになるから、おおおおおお、で、はい、まあ、うん、できる人だったらもうここから14から外してもらって、はい、一緒にね、つけると、はい、で、これかな、この裏、うん、これ、あの調整の時これ後ろ回る場合は12でこっち、かけててもらって、はい、はい、止めておいてくださいね、うん、このホースは、案外簡単に外れるから、はい、うん、ちょっと、あ、ねじきて、ちょっとここあと、いつものにやってもうてんねんけど、はい、これ硬すぎて切れるから、ね、わ、ちょっと古いやつは、はい、手の方がいいってこと、うん、手で、うん、まあ、最後にドバッといく手前で、うん、キリキリやな、多分これ、うん、で、まあ、はい、あのさっきかけたところね、うん、うん、はい、これはどっちでもやと思う、はい、この裏から外してもええし、この表から、はい、これ映したかな、映したよ、うん、あのプーリーの中のね、うん、この周りになってるから、ね、で、はい、こっちにも見えんねんけど、うん、こっちじゃないから、下じゃないから、おー、そうやね、いっぱいあんねんな、これも あ、見えてるかな、あ、これね、こっちが、おーおーおー、ウォーターポンプやりね、はい、柔らかいな、よいしょ、で、まあ、全部抜き切らんとちょっと置いててもらって、はい、最後この、はい、カップラーがあるから、はい、このカップラーはあんまりやったら割れるからね、ちっちゃいカップラーな、そうそうそう、で、ここちょっと間入れてもらって、わかるかな、ピン抜きみたいなの入れてもらって、はい、で、軽く添えるようにヒュー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 っとこう、はい、で、抜いてもらって、これ、だいたい折るような声しちゃうと割れるから、うん、はい、
ほえー、あの、まあ、基本そんななんか止まってるわけじゃないね。ちょっと下がってるだけやから、うん、それを横向きにやったら割れるから、ね、はい、うん、で、まあ、ボルトを抜いて、はい、どこといこうかな、いけんな、うん、まあ、さっき抜いてる、下で抜いとったから、ね、はい、抜いてた。で、あまりにも硬い場合は、うん、ここにどこ、この、はい、ここね、このボルトの入ってるこの後ろに、はい、ちょっとタイヤレバーみたいな感じで入れてもらって、うん、こうちょっと押し出すよ。おお、なんかベルト貼るときと同じような感じやね。でも、まあ、あのこれ考え方じゃないけど、うん、よいしょ。でこれで、はい、こんな感じでファーステップ取れました。うん、見慣れてるっちゃ見慣れてるけど、ただすごいポンプは、はい、こういうステートがついてけえへんから、はい、こことかな、うん、外さなあかん場合は先についてる状態で緩めといて。ああ、そういうことね。来たポンプとか、はい、交換するポンプについとったら外す必要ないんだけど、はい、もしついとか、リビルトとかでこれをつけなあかん状態やったら、うん、さっき新品いうか交換するやつを見て、はい、さっき緩めとけんかったら。そうか、うん、そう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 、へえー、面白いです、うん、はいまあこれが、はい、まあ、ポンプ、ポンプです。つけるのは、うん、その逆に、はい、逆再生でやってもって逆再生で、はい、1個はやっぱり難儀なんだ、うん、このボルト入れるところあるやん。 あったね、うん、うん、こいつがここやね、うん、ここね、うん、これやな、うん、こいつが、うん、ちょうどになってしまって、だから次のやつが入れ、え、うん、次のやつがな、うんうん、だからここに次のやつを片付け入れた場合は、うん、こいつをギュッと押し出したら、押し出すの、押し出せるかな、これ。おお、これが一応ダイナモも、うん、こういうクーラーはあれやけど、うん、このアジャストしてするやつは必ずしも、うんうんうん、あー、そういうこと、うん、こういう感じでちょっと向こうに行くようにしたらへんかったら、はい、あかんねんな。へー、あんまり叩いたらこの辺とか割れるから、うん、まあ、これはちょっとこう、うん、まあ、パッと縮めるやつでこうやって、はい、逆にあの広げるやつで広げてもらってもいいし、へー、だから、うん、こうした時に今これ外したやつ、はい、でもほら、こんなに硬いなんか、うん、ホイロンの、うん、これは締めた時にこの寸法に折ってしもてるから、締めたら押すようになってる。だから広げてもらって。へえ、へえ、難しいな。これか、これか。この後ろ取れたら嬉しいな。広げちゃって、ピョッとやる。ああ、はい。あ、このまま全然ちゃうとこってな。これはね、あ、見えへんねんな。絶対こう、動くねや。うん、うん、触ったらわかんない。後ろからなんかちょっと出てんの。うん。これで。はい、ファーストポンプ取れました、うん、よかった。だから引き続き、続き、はい、このクーラーまで行くから。そうですね、うん、クーラー行ってダイナモ行くから。はい、ベルトはベルトでまた別でやってるんでね。そうそうそう、皆さんそちらもよかったら参考にしてください。お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。